成功です。大きく育ちました。チョコネッシーです。よその縄張りに入りました。威嚇し合っていますが、彼はお父さんです。そしてお母さんと、チョコレート、それぞれの細胞を採取し、融合させ、培養液と、波の音をゆりかごに、チョコネッシーは生まれます。水中では体を隠し、弱そうな顎を使って、獲物を誘い、不意をついて、腹を満たします。頃合いです。黒い斑点が、食べ頃の証、バナナと同じです。美しい断面から身を取り出し、培養液を煮詰めて、熱いうちに一垂らし、この輝きと滑らかさは絶品です。残した身は、冷凍保存。必要になる時が来るかもしれません。